小規模事業者支援パッケージ事業、小規模事業対策推進事業についてご説明します。全国三百八十五万の中小企業。中でもその九割。三百三十四万を占める小規模事業者は。人口減少。高齢化。国内外の競争の激化など。大きな構造変化に直面しています。そのような環境の中。多くの小規模事業者は。 多大な努力と苦労を重ねながら地元の需要ニーズに応え雇用を担うなど地域の経済と住民の生活を支える極めて重要な存在です昨年にはこの小規模事業者に光を当てた小規模企業振興基本法が成立いたしました政府はこの基本法に基づいて小規模事業者を 総合的にパッケージで支援していきます支援のメニューとしては大きく三つ用意していますまず一つ目政府は小規模事業者の持続的発展を支援します持続的発展とは先ほど申し上げた基本法で定めた基本原則です小規模事業者にとってはこの厳しい環境の中 利益売上を維持するだけででも多大な努力が必要ですこのような利益売上を維持している方も十分に頑張っておられるということを評価しようというのが持続的発展の概念ですこの持続的発展を支援するため昨年実施しご公表いただいた小規模事業者持続化補助金を支援メニューとして用意しました。 この補助金は小規模事業者の売り上げを伸ばすための取り組み例えばチラシの作成などの取り組みにかかった費用を3分ののそししてて万円を上限として支援するものです。るもで今回は予算規模を強化し内容面でも複数の事業者が連携して取り組む共同事業も支援対象としまた 買い物弱所対策に取り組む事業者については上限額を引き上げ、重点的に支援するなどの拡充を図りました。また、この補助金には一つだけ活用いただくにあたっての条件があります。それは、補助金で実施する取り組みを含めた経営計画を作っていたことです。小規模事業者の中には、日々の多様な業務に追われ、 経営計画を作ったことのない方が数多くいらっしゃいますがそこを商工会商工会議所の協力を得ながらもうひとん張りしていただいて先々のチャンスをつかんでいただきたいという思いでこのような条件を設定しました。次に2つ目政府はは既存ののの証券をを超えた広域の販路開開拓・事事業業展開を支援します多くの小規模事業者は 立地している地域に根ざした事業を営んでおりますがその分、証券が限定的な事業者が数多くいらっしゃいます同時に、地域の資源などをうまく活用した素晴らしい商品やサービスを提供される事業者さんも数多くいらっしゃいますこのような事業者の販路・取引先を開拓する支援を応援するため 商工会商工会所を核とした物産展事業や国内外でのアンテナショップ事業インターネット販売事業を実施しますまた特産品開発や観光開発の取り組みについても支援します最後に三つ目政府は商工会商工会議所の伴走型の小規模事業者支援を推進します最初に紹介しました 基本法と同じタイミングで、もう一つ、小規模事業者支援法が改正されました。これにより、商工会・商工会議所の支援機能の強化が期待されます。商工会・商工会議所は、個々の小規模事業者の経営状況、強み・弱みなどを分析し、事業者に応じた対策を提案・実行していく、いわば、 伴奏型の小規模事業者支援を実施することとなります。政府としても、この取り組みを予算面も含め、強力に推進してまいります。このように、政府としては頑張っている小規模事業者を全力で応援していきます。小規模事業者の皆様や、その関係の皆様におかれましては、ぜひとも、持続化補助金をはじめとしたこのような支援メニューを うまくご活用いただき自らの持続的発展ひいては地域経済の活性化につなげていただくことを強く期待します。